さあ、第6章で使うカードを見ていきましょう。よろしくお願いします。ここまでで、まあ、なかなか順調に来て、でも181枚が除外されています。まだ使えるカードは残っているのでしょうか。ちなみに第6章では、ケルピー、オールドウィロー、クイックサンドに加え、リコールとフュージョンが、禁止カードと指定されているようです。それらを引かないことを祈りましょう。さて、一パックの一枚目。ドレインマジック。いいね。なかなかいいスタートだ。意外とカード残ってるね。はい。ベストメント。守りってはいいですけど、攻撃的でいきたい感じがする。守りこっちに置くか。よし。はい。アースアムル。これ攻撃的だね。いいね。よし。さあ、クリーチャーが出ないぞ。テンペスト。まあ、いざというときは、テンペストと。はい。スケールアーマー。あんまり守りはね、いらない。もう、これまでの経験から超攻撃的に行きたい。はい。ソニックウェーブ。これは、テンペストとソニックウェーブで相手を潰す不毛な戦い。でも悪くはない。はい。ホープ。スペルばっかり引くぞ。これ大丈夫か？大丈夫か？まあ、いくらスペルブックになろうとも、相方がいるんで、なんとかなるんじゃないかなとは思うが、リベレーション。ちょっといいのか、これ。まずいぞ。まずいぞ。はい。レベラー。はい。風一あれば。まあ、なかなかこれは、踏んだ時も、対策になるし、いいんじゃないですか？はい。無地なマスク。無地なマスクも、防具ばっかり。防具いらないんだよな、基本的に。はい。ドリアード。ああ、いいね。土地取りには役に立つよ。ちょっと、ブックパワーが足りない。マイトダガーいい。あ、良くないな。前回ゲモリーが使ってたが、順位かける20なんで、2位でも40しか出ない。大したことないぞ、これ。スウォーム。テンペストスウォームがなんと来てしまった。さらにソニックウェーブ。ということは、こっちは ST、待てよ。テンペストをもう一度見てみよう。これだ。テンペストは ST40 以下のすべてのクリーチャーの HP マイナス20。ということは ST50 以上で、で、スウォームはさらに対象エリアの HP が減少しているすべてのクリーチャーの HP をマイナス20と。片方のエリアとも限らないしね。マップがまだわかんないからな。はい。ディスコード。ST50 以上のクリーチャーで固めれば、勝てそうな気がする。ホーンカメレオン。いまいちなやつしか出ないぞ。これ、HP 少ないやつばかり。レベラーがなんとか耐えられるかなっていうくらい。さあ、2パック目に期待しましょう。はい。ウィル・オー・ウィスプ。HP50。まあまあ。ST50 以上欲しい。バトルギアベータ。20、40。バトルギアアルファとかって、アルファは前回出ちゃったからな。エコー。ドレインマジックとエコーが被ってしまったと。まあ、テンペスト打ってエコーもいいでしょう。はい。はい、シャラザード。もっと HP 少ないやつばっか来るな。せっかくのテンペストオンブックなのに。援護として優秀ですね。はい。テレイヤ。はい、ST プラス、使用者の持つ風領地の数かける10。なるほどね。攻撃的ではあるが、そんなにで、かける20か。出ない。はい。カオスパニック。すべてのセプターは次の移動時進行方向で逆に進む。邪魔しろと。リフォーム、対象的セプターの手札からクリーチャー以外のカード、アイテムかスペルを全部マナに変えることができると。どうも戦略は見えない。ヘルブレイズ、巻物攻撃強打。ST20 以下には60の巻物攻撃をしてくれると。攻撃的だ。いいクリーチャー来ないかな。フェイト。フェイトはドローカード、領地40で、ドロー、ワンドローする。悪くはないけど、HP が少なすぎて、テンペストは使えない。レザーアーマー、いらねえ。いらねえ、守り。はい。はい。メデューサ、微妙に弱いやつばっかりだな、これ。
全然 ST が出ないから、これやばいぞ。30、30でスタチューに変える。変えてどうする？はい。テンパランス。対象クリスチャンの MHP30 する。お、テンペスト、テンパランス、スウォームをやれと。はい。やってみましょうじゃないか。さあ、いいの出ろよ。オーリーワード2。微妙。微妙すぎる。はい。バックラー。守りアイテムいらねえっつうの。まあ、ここで出し切ってくれば、上、後の方の強い面で出ないだろう、みたいな。はい。セージ。うわぁ、援護クリーチャーばっかり。セージ、ドリアード、シャラザード、バトルギア、ベータと。そして、MHP が高いのはレベラーぐらいという感じで、果たしてブックができるのでしょうかという感じですね。はい。できたブックがこちらです。協力戦6。中を見ていきましょう。カードテキストを表示します。もうクリーチャーには当てにしないと。はい。ドリアード4だけ。というのはですね、もう、ちょっとね、攻撃力がなさすぎて、ブックパワーはもう、期待できないと。というわけで、テンペ4、スウォーム4、ドレマ4、で、ホープ4、エコー3。で、お金を奪いつつ、相手の土地を潰す方向で行こうと思います。で、うまく空いた高額地をドリアードで取れればなという感じですね。それか、ヘルブレイズで奪えたらなという感じですね。はい。ST50 以上のクリーチャーがいないんで、テンペストでこっちのクリーチャーも焼かれるでしょうが、それも仕方がない。相方のブルースの神の導きブックに頼りましょうという感じですね。本当はソニックウェーブも2とか入れてみたいところだが、ちょっと相手に先生がいなかったらゴミになるんでね。こんなところにしておきましょう。なのでね、おそらくラウンド制限がなくて、例えば40ラウンドで終了時点での魔力が上多い方が勝ちとかいうルールだったら、最後にテンペストをぶっ放すとかできるんですけど、これもうぶっ放し続けて相手をゴールさせないっていうブックなので、最悪2時間3時間コースになります。その上で勝ち切るという、どうやって勝つんでしょうかという感じですね。はい。では、協力戦作りましょう。オーカル通信対戦で協力戦の対戦室へ行って、シナリオは絡み合う絆6を選びますね。はい。じゃあ、ブルースも参加しますと。対戦開始。神の導きです、ブルースは。よし。いつも通り。お、怒りアイコンが出ております。ガンガン殴ろうということでしょうか。はい。今、画面には出ていませんが、下画面読みます。絡み合う絆。相手は2人。しかも、禁止カードは前よりも増え、戦いの条件はさらに厳しくなる。レオと初めて会った地で入り乱れる友情。4人はどんな答えを見出すのか。マップはアトラ。対戦者はレオ、セレナというわけですね。いや、これはまた楽しみですね。なんか最近協力戦があまり盛り上がらないなと思うのは、やっぱレオとセレナのボケとツッコミの掛け合いがないからじゃないかなと思っております。今回は楽しみです。さあ、対戦開始。協力戦6。行きましょう。絡み合う絆。ちょっと待って、そこの二人、行かないで。これはセレナだな。来たー。ハイジ、ブルース、ずっと二人で一緒にいたのね。どうして、もしかして私たちといるより楽しいの？まあ気持ちはわからなくもないがな。二人はこの世界で並ぶもののない強者だ。手を組めばさぞ心地いいだろう。
確かにベストコンビなのかもしれないが。でも私は納得いかないわ。ハイジ忘れちゃったの？私たちがどんなに仲良かったか、まるで姉妹みたいだったのに。ブルース、君も冷静になってよく考えてくれ。ハイジは一人でも十分強い。余分なサポートはいらないと思うが。よーし、こうなったら実力で分からせてあげるわ。ハイジ、ブルース、私とレオンのコンビと戦って。もし私たちが勝ったらこっちの言うこと聞いてくれるっていうのはどう？なるほど、もちろん受けてくれるな。君たちの強さは認めるが、俺たちだって決して負けてないことを証明したいんだ、勝負の中でな。行くわよ、レオ。この戦い、負けられない。あ、わかってる。セブターとしての誇りをかけて。うおー。ブフォー。よし、これでいい。今、アトラでは、磁場のために使えないカードがいくつかあるが。私たち4人ほどの実力なら、そんなの関係ないわよね。さあ、勝負よ。アトラですね。アトラ一本道で。辛いね。踏んだら終わりですからね。しかも、緑の土地が3つ取られたと。はい。マップと、魔力を表示しましょう。で、さあ、ルール見ていきましょう。じゃん。はい。第6章はですね、目標が12000字。で、ハンデ、セレナとレオのハンデが、5となっております。ハンデ5はというと、じゃーん。周回ボーナスがプラス 25%、通行量がプラス 100%、グレートフォッシルレベル1が3個ずつ置かれていますという状況ですね。はい。でもグレートフォッシルは踏んでも通行量無料なんで、こいつは無視したいところですけど、交換されるでしょうという感じですね。緑3つ、緑4つ取られて、あとは火と風が取られた感じですね。さあ、ソームテンペでも行くから、フェイトを置いてドローしましょう。とりあえず何でもいいから置こうという感じですね。さあ、ブルース。長い戦いね。ドリームテレインはいい。おー、これファインドもいい。ST50 以上のやつができれば出てほしいが、そうもいかない。ファインド貧乏になりそうだから、ファインドは。ドリームテレインは使っても今いないか。お、いいね。9。偉大さ。とりあえずお金を稼いでおかないと話にならないかな。ドローするのもいいね。最初は、クリーチャーが欲しいかな。エスケープいいね。エスケープいいじゃん。エスケープで、とりあえず、ジャッカロープを置いてテンペストっていうのがいいかもしれない。ブラックを、スクイーズで何を消してくるか。でも金もらえるなら嬉しいが、あ、セレナに金をあげた。もうセージを捨てた。バルキリーはちょっと厄介だな。うわ、早速殴ってくる。グレムリン、あ、でも武器、ファルコンソード使ってくれるなら悪くはないんじゃないかな。で、ワンドローする。とりあえずは想定内かな。ジャッカロープとかに使われなくてよかったなという感じで。さあ、なんだ、ディスコードか。ディスコードしても、グレートホシルがゴブリンになって帰って厄介だから、ディスコードはしない方がいい。息を合わせていきましょうね。ケットシーか。ケットシーバルキリーできてる。交換だろ、これ。おー、ケットシーは落ちないな。非常にまずいが。ホープで、ディスコードを捨てようかな。オフになって嬉しいこと。おー、テンペ、ソニックウェーブ。ディスコード、ディスコードも面白いかもしれないが、
に何ができるとかいうわけでもない。ここエスケープすごいいいよ。しかもピースか。ドリームテレインあんまいらんな。これは一回守りたいからね。ピースは重要かもしれないが、ドリームテレイン今いらんが後で必要になるかもしれない。あ、今いらんか。ファインドは重要だな。エスケープでジャッカロープを食う。いいね。ここ踏ませれば勝つという可能性もあるからね。取っておこう。それに周回が稼げる。うわー、侍とか。うわー、ジャッカロープ早速マジボか。でもスペルで死んでもハンババに変身できるからそこは悪くない。侍とかで来られるとちょっと辛いな。逆回りした。そっちからだと金がないから、金がない今はどんどん呪いをかけてくるな。これはうざい。本当に僕はテンペストソームを打つ時があるのだろうかという気がしてくる。火取ったバルキリーじゃなくてケットシー。またケットシーか。さっきもケットシーじゃなかった。そうだよね。いらんな。守りはいらんかな。先制のなんかとか出たら嫌だけど、まあ、とりあえず置いとこう。テレイヤーいらんかな。いいよ、これ早回りになるからブルースは非常に良い。で、ファインド。ファインド毎ターン打てそうな感じ。フェニックスアームはどうかな。寄せておこう。寄せておいた方が強いかなという気がする。移動攻撃の機会が、半分ぐらいに減るから。ブラックアウトとか、うわ、あ、置かない。置かない。火に置かない。私たち、ベストコンビみたいね。たまたま今、勝ってるってだけだ。ローが、そうそう強いぞ。バルキリーのためだけにソニックウェーブ打つのもどうかと思うしな。金が溜まったら、どれも。やることね。なんていう、こっち、ブルースに比べて遅だいっす。悪くないか。フリーズも、フリーズいいね。フリーズいいか。だからフェニックスサムルがいらないか。やることね、これ。いや、アマゾン。いやー。足遅っ。1、2人で1が連続で出てる。やめろやめろ。そのダイスはやめろ。やっぱ殴ってくるよな。アマゾンにしても殴られたから一生で守るかな。ここは大事な年だろう。守れない。チーン。しかもこいつはテンペスト耐性があるやつ。これは厄介だ。これ殴っとかないといけない。ピンポイントで踏まないでくれよな。サセレナはどう来る？うわぁ、いやらしいやつが。キュア。キュア、誰か食らってるやついねえだろ。食らってるやついねえだろ。もう一人ぐらい先生置いたら、うわぁ、ドリアド。うわぁ、ドリアド置く。いやらしいなぁ。これは3連鎖やばいね。うちもドリーだ。ドレーマーは今打つべきじゃない。テンペストーム。足遅っ。ドラウト厄介だな。殺さなくていいから、殺さなくていいからドラウト外したい。いや、待て。待て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 。これは死ぬんじゃないか。やばい。使わないと死んじゃうパターン。しまった。しまった。ハーピー、どっちがいいかな。ドラウト外したってだけで、でも、かえって通行料を。そういえばマジックボルトを食らってたの忘れていた。でも落とせばいいだけの話じゃないかな。ということにしておこう。ポーパルいいよ。フリーズがいいからこのまま取っておこう。しかしここには出だしできないんだよな。出だししたいところだができない。通行料2倍払わされちゃうから。
まあ、金は稼いだっていう意味ではいい。でも奴らの方が足が速い。しかも連作見やがってる。さあ、アイテムだけ見よう。アイテムだけ見よう。じゃあセレナは、なんでお花畑なんだ。ああ、なんだなんだなんだ。アースアームルと、アースアームルとペトリフストーン。なんかいいじゃねえかよ。アースアームルとペトリフストーン。使わせるために行かないといけない。おお、いいダイス出しまくるな。絶対テンペストソーム。2周目か1周目か打ちたいか。これとこれとこれが残っちゃうんだよね。早くゴールしてくれれば。ソニックウェーブいらんかな。エコーも微妙だな。いやー、カメローンとかいらねえだろ、もう。こんなクリーチャーがあったところで。高えよ、高えよ。20。無理だな、72か。高え、高え。お、いいね、いいね、ハイドいいね。フリーズ役に立つそうな気がするんだけど。ピース、あ、ピースかけとけばよかったのか。どうせ死ぬからな。微妙にピースいらんな。いや、ハイドにピース。いや、待てよ。水がないからハイド置けない。そうだね、置けないが、置けないが、アマゾンが踏んでくれる。お、いいね。クリーチャーカード使えない。いいよ、ホーリーワード6も消えた。なかなかいい呪いだ。素晴らしい。さあ、勝ちのプランが全く見えないと。クリーチャー使えない。普通にレベル上げかな。ペトリフストーン持ってるからな。あ、テンペストを打たんとダメだね。セレナだっけ。ゲットしてはセレナだよね。足も速いし。ハイジまだ全然回ってないんだけど。これはもうテンペストームしかねえ。ここで決めてあげるわ。じゃねえよ、クソ。バックラーとかいらねえ。うわ、もう相手4000いってんだ。いや、とりあえずドレーマー。セレナから834。すげえ周回。だね。とりあえずテンペ打とうか。もうオリグレとかもうそんな守ってる場合じゃない。よし、これでハイドが出せる。ハイドが出せると殺せるやつが出てくるような気がするな。恐ろしい。援護か。でも全部テンペストームで全部一掃できないな。ティラノサウルスにしたのは間違いだったな。そうすると、よし、これも一掃できる。レベル上げちゃうって。これ絶対打つしかないな。もう金が溜まった、金が溜まった。打てと言っている。エコーもあるし、ドリアードもあるから、まあベータの方がいいかな。まあ、でもクリーチャーいらんか。ソニックウェーブが今いらんな。テンペストを打たないといけないこの苦しい状況。自分は死ぬがでかくなると。おー、いいダイスだ。できればやつを交換してから総務にしようかな。アマゾンを交換してから総務にしようかな。ワーウフ、とりあえず置いとこう。スウォームで外して、叩いて、あまり回るのは早い。うわぁ、またダイス。うわ、3連鎖。やばい、やばい。しかもあっちはテンペで減ってないやつがいるからね。やばいよ、やばいよ。セレナはペトリフソンがある。うわぁ、フェアリーライト。いつもなら白前で使うのに。うわ、レオに使ってあげた。優しいなぁ。さっきワード6もかけてあげたし。なんて優しいやつなんだ。ハイジは、ここで、総務打ちたいところだが、一回交換してから、とかやってると、いいか。
お、ベータの方が守れそう。で、ストーム次に打つと。そうすると、左の土地は全部なくなるが、逆にまた取られる可能性もあるというわけですな。4。相手のブリークっつうわけでもないしな。4でやれることって、これを殴りに行くか。50。60。逆に殴られちゃうか。アイテム的には大したもんがないと。じゃあ、交換して、オーパルかな。それもいいだろう。でも守るか。80、30、50、75なんで守られちゃうか。ああ、そうだ。ベータは潰されるんだった。しまった。ドリアードにしときゃよかった。まあ、お互い様だ。さあ、どうする？交換するか、殴りに来るか。あげか。恐ろしいな。絶対勝てないな、これ。これはほんの序章だぞ。もう一回スウォームが出ないと勝てないな。ちょっと待てよ。ここもレベル上げるだろう。これがペトリフ持ってるからちょっと無理なんだよな。おいおいおい、回復すんなよ、バカ。なかった、よかった。アマゾン上げてくるか。アマゾンはまだテンペストの対象だから、まだなんとかなるけど、でも歩きづらいことは確かだ。エルブレイね。そう、とりあえず撃つ。死に撃つと、はい、さよなら。でも後で取られるのが目に見えてる気がするが。よし。移動移動でな。前上げら、お、フォックはいいぞ、フォックはいいぞ。これ、ワーウルフは辛いか、ワーウルフで変身させるのもいい。フリースが役に立たんかな。いや、攻撃は残しておくべきだ。はい。防具がいらない。防具がいらない。これはやれるのか？あ、そうか、削れてるからやれるのか。で、ペトリフ使ってくるから、それは嬉しいかな。よし。ペトリフ使わせよう。よし。ペトリフ1枚使えば。よし。あと先生のアーサームルを間違わないように。よし。先生のアーサームルを間違わないように。で、フォックも嬉しい。2倍が2分の1になって、結構嬉しいぞ。先生、アーサームルも間違わないから。あとはレオの武器。レオの武器もよく見てこう。武器なし、ブラックアウトだけ。上げてくるか。テンペストで死ぬんじゃねえの？いいのか？ドリアードで奪うぞ。さあ、どうする？交換でくるか。いやー、ケットシばっか来るな。ケットシはアーサームルしか持ってないところが狙い目。テンパランス、テンパランス。はここだな。侍を落としとかないと話にならないな。うざ。でも高いというね。まあ、高くてもエコーがあるから、儲けた後で。うわ、きつ。きついな。しかし、きつくないように。クリーチャー能力で踏んでもいいように。どっちだ？どっちだ？ここに麻痺をかけておく。これはね、なかなかいいぞ、いいぞ。これで踏めばヘルブレイズでやっつけられる。麻痺とヘルブレイズ。相乗攻撃。これメガロドンはいいんだけどな。出せないだろ。出せないよ。ファインドしまくってもいいが、とりあえず、よし、ワーウルフより強いのが出ることを期待してファインド。ダメだな。ダメだな。よし。よし、よしじゃないか。隣が取りたかったが、隣が取れるように、強いハンバーバにしておくか。ST が高いハンバーバにしておこう。よし。ポーパルあれば取れるかなっていう感じ。奴らのダイス次第。こいつら武器持ってない。まだ武器持ってない。先生はちょっと厄介を超えてくれた。
さあまたレベル上げるだろう。ぴったり止まんないよな。エコーが効かねえじゃねえかよ。レベル上げ、そっち上げるか。ここなら落とせるぞ、落とせるぞ、チャンスではある。でもエコーがあんまり意味をなさない。ぴったり死に止まらないでくれ。しかも赤の高い土地を取らないでくれ。アースアームルが厄介。でもしかしアースアームルしかないのは嬉しい限り。アースアームルしかないならなんとかなるかもしれない。さあ、廃止。お、風1ある。よし。エコーはそんなに美味しくない。こいつはヘルブレ使えない。ヘルブレ使える。140ないとヘルブレ使えない。エコーもうちょっと待つか。でもエコー自体が使えなくなるとまた困るんだが、まあいいか。こういうことが起こるんだよな。お、アースアームルしかない。これを使ってしまうとエコーが使えなくなる。が、しかしここは落としたい。アースアームルしかなくて30、40、50、20、30。これは落とすしかないでしょう。問題はここに止まった時に、ここに止まった時に、ドリアード、ヘルブレが使えなくなるってことだ。きつい、きついな。やっぱりエコーを使っとけばよかったな。くっそ。いや、途中払うわけにもいかんしな。でも30、でも何もしなくても60払わされる。でも100残る。こっち止まったら一緒か。だったら取っておけ。落とせる土地は落とさないと。うわぁ、ハンババマイナス10。これはちょっと、予想定外だ。想定外だ。きつ。きつ、8G しかなくなった。きつ。ハンババ、ハンババって僕のハンババじゃん。しまったー。なんてことをしてしまったんだ。よし。行かなきゃよかったということでさ。さあ、土地泊まりたい時に泊まってくれないという。おー、7つの、これは5歩しかないでしょう。いや、絶対5歩が後々上がるから。これはでかい。東エリアの5歩。よし。これはでかい。これはでかい。いいのが出た。勝ちは遠いがいいのが出た。でも、ハイジは400、200G は残しとかないと。やばっす。簡単に殴られる、このスタイル。おい、おい。やばいな、どっか売っ払わないといけなくなるか。ハイド売っ払うのは嫌だし。マットマンもな、売っ払いたくないし。いや、難しいな、こりゃ。ちょっと、一つ、おー、超えてくれたのは嬉しいが、エコーが使いたいが使えない。踏んでエコー。いやー、厳しいな。踏んで枯渇か。もうここ、ギリギリ助かってもしょうがないんだね。エコーを使わせろ。バルダンいいよ。バルダンは使える。クリカーバンクリじゃないな。よし。これはすべて殴っておけるか。30ぐらい出るでしょ。30ぐらい。レオがアイテム引く前になんとかしたいような。よし。おい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 、またハンババ。ハンババ、ちょっと待て、ちょっと待て。くぅ、あー、きつい。きつい。落ちたときここ売っ払えばと思、踏んだとき売っ払えばと思ったのに。くそ、くそハンババだな。やばい、やばい、やばい。楽勝だって言ってるぞ。いや、でも、5月からのテンペスホームで逆転してやる。またレベル上げるか、土地を取るか。うわぁ、ナイトは落ちないからなぁ。削ってるのは悪くないんだけど。くそ、エコーが使えねえのが。どうせなら踏んで、うわぁ、連続で土地。せっかく落としたのに、ハイドは捨てたくないでしょう。ハンバーボンも捨てたくない。オープン。いやぁ、でも守りいらんな。オープン使えない。踏むでしょう。そうだよね。そうすると捨てるのここしかないか。80。ああ、いかんか。足りない、足りない。これ踏むと終わる、踏むと終わる。先生いいか。
もうちょっと ST が出るアイテムが欲しい。転生はいらない。おぉ、フュージョン来た。フュージョン来た。フュージョン確か禁止カードだったような気がするんだけど、どうなんだろう。これ勝ったことになるのか。フュージョンの方がいいだろう、これは。先に到達してくれ。よし、やつアイテムないから今、レオなら落ちる。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 アイテムないところがチャンス。うわぁ、どんどん土地を置いていく。さあ、ハイジがここ越えられるかどうかだけが勝負。やばい。めっちゃくちゃ抑えられてるけど。でも、テンペストストームが出れば、問題はない。くそ、ハンババがクソだな。どんどん土地を取るスタイル。絶対勝てないな。でも、1万2000は遠い。テンペストストームが出れば、問題ない。ドレマも出たのに。ここはホープがいらんだろうな。さあ、超えてくれ。頑張って超えろ。超えろ。超え、ない。これはちょっと難しいぞ。いやー、ハイドは取っときたいが、ハイドはなー、取っときたいが、ハンババの横移動にもかけたいが、ハイドだなー。また使えない。さっきエコー使っとけば問題なかったな。でもまあ踏まなかっただけよかったと。ネクロマンサー、巻物強打。もういいじゃん。巻物強打。先制を持ってるのは、先制を持ってるのは、あいつだな。ネクロマンサー、巻物強打。悪くないな、悪くないな。爆弾いらないってわけにもいかないしな。巻物使える。うわぁ、ファインドいらないか。ファインドで回しても何も出てこない。今、倒すべきものを倒す。という時は出ないんだよな。フリーズ。バルダンフリーズで行くか。バルダンフリーズでとりあえず倒すか。絶対先制使ってくるでしょう。40で負ける。負けてもまだボーバル、フュージョン残るからな。よし。逆から回ってどうしてもこことここを先に落としたいんだよね。でわざと逆から回る。バルダンフリーズ。いけ。さあ、先制で来るか。どうだ、耐えろ。耐えた、耐えたが 100G 払うんかい、お前。いやー、ST20 のあれも持ってたが、きついな。これお金払ってから変身解除かな。やっぱり、きつ。きつ。でもまあ、落としたのは悪くないと。バルダンにはチャンスがあるというわけで。ランボはやめてよねって言っても、やっと一個土地を取ったに過ぎない。さあ、レオ、めちゃくちゃレベル上げろ。そしたらそこ落とす。うわ、盾を持ってきたが、ナイトシールド。大して怖くない。おぉ、すべての敵セプターから魔力の 10% 奪う。テンペが出れば問題ないんだよ。その前に踏むな。でもナイトシールドだろ。あははは、笑いが止まらない。さあ、どうかな。そんなこと言ってられるのは今のうちだよ。やめてくれ、やめてくれ、そこはやめてくれ、そこはやめてくれ。せっかくハイド残したのに。しかも、オドラテクとか。守れねえ。くそー。ハイドが生命線だっつーのに。しかしアイテム使ったぞ。プラス10のアイテム使った。で、アースアームルも使った。あとはレオのナイトシールドだけ気をつけよう。ナイトシールドは ST40 以上を無効化。なのでヘルブレで全部落ちる。よし。うわ、どれも必要。どれも必要。先生も微妙にいい。か、ST プラス10は弱いか。というよりも、風1がなくなったから、レベラーが出せない。いずれ出せるけど、今は出せないから仕方ない。よし、これ落とせるでしょ。さあ、60。ヘルブレでようやくか。まあ、仕方ない。次にかけよう。何かもっと素晴らしいのが出ることを期待して。高いところの方を落としたかったけど、まあこれは仕方ないでしょう。落とせただけマシと。次エコーかドレマジが使える。とりあえずドレマジか。まずエコーしてからドレマジだな。ちょうどいいエコー。
セレナがレベルアップしなければ。さあスピア落とせるぞ、どこでも落とせる、染まれ。30だから、これ巻物強打取っといて、あ、またこれプラス20、忘れないようにね。ハンババ、ハンババ。あ、今回もハンババいないね。じゃあ大丈夫。落とせる。よし。あれだけ気をつけよう。ナイトシールド、ナイトシールド。よし、ハンババいない。ハンババのせいで負けたようなもんだからな。まだまだ、まだまだいいじゃん。いい勝負できてるよ。まずドレマジするだろう。それからテンペスオーム。勢いはこっちにある。それ、そうだ。さらに踏んでくるんでしょう、向こうは。上から踏んでくると見た。そうそう、決めるぞって。まだ決められちゃ困る。アイテムが出ないのが非常にいい流れだ。アイテムが出ないのがいい流れだ。テンペスオームしたいが、レベル上げたらこっちから落とすぞ。何もしない。セレナもレベル上げんなよ。俺、スモーコーさん、まだ降参してねえよ。ピースが一番うざい、つやうざいよな。ホック。ホック。そんなに、そうだね。力移動する気満々なのよ、フォックとか。ダメージストリング、貫通。あ、レベル上げる。レベル上げるのやめてくれ。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 クソ、ドレマしようと思ったのに。ちょっとドレマ待つかとか言って、待ってらんねえな。ドレマ4枚入ってるんだから、どんどん吸っていいよね。まずエコー。まずエコー。エコー、レオ。これでテンペスオームが撃ってる。さあ、ブルース。いいじゃん、いいじゃん。さあ、この土地は、そうね。後手でも取りに行こう。ああ、でも、風一取り行った方が、レベラーが出せるんか。レベラー捨てちゃったしな。ナイトシールドだけ気をつけろ。リバイバル。リバイバルでどうする気だ。セレナにリバイバルかけてあげるスタイル。何が元に戻るんだ？アイテムが戻るか？さあ、セレナも、またレベル上げしてくるでしょ。エコーした後、次ドレマジしたいところだが、さあ、攻めてくるか。さあ、ゲットシーごときで倒せるか、バルダンを。アイテム使ってくれたら嬉しい限りだが、それでバルダンが生き残るとさらに嬉しい。使う。アメジストリーム貫通だから50。ドッペル弱え。やるじゃねえか。でもこれでアイテムがまたなくなった。アイテムがないうちはまだチャンスだよ。ヘルブレとポーパルで落ちるからね。やるじゃねえか、奴ら。まだ知ってば連鎖上手じゃねえよ。スウォーム。ちょっと HP が減ってる奴がいるかどうか。いるね。ここもいるね。ここにもいるね。これは一発撃った方がいいね。結構落ちる。トリアード落ちた。通り越した後落としてもいいかな。悪くはないね。よし、大した。全ての ST マイナス5、 ST 下がるの悪くない、悪くないか。よし、ここ取っておこう。よし、よし、だいぶ追いついたぞ、だいぶ追いついたぞ。これでボーナスで、なんとかな、なんとか、風にしてもいいしな。取った後風にしてもいいし。隣移動。さすがにこれはね、叩けないな。終了。ここ上げられると辛いね。援護を上げられると辛い。俺たちのと、この程度の差は、おっと、1位逆転している。しかし、取り返すかレベル上げでしょう、これ。きついな。ここ上げられると、ハイドが残ってれば。上げるね。恐ろしいな。わずかでも削っといた方が良かったんかな、これ。30、援護クリがどんだけ持ってるかっていうのをちょっと見とかないと。セージしかない。ピース。自分にピースか。あ、僕にピース。それ逆に嬉しいかな。
そうだ、移動するか、移動するか、殴りに来るか。おお、やっぱ移動で取りに来る。しかしこれはレオの土地じゃない、セレナの土地、アイテムないから落とせるでしょう。実はドレマしたいが、どうせでゴールとともにレベル上げられるかな。ドレマしとこうか。スウォーム撃てと言ってる。どこに撃つべきところってそうないよ。ここが落ちるだけだね。それじゃあ別にあんまり、ドレマしとこう。レオからお、ここの土地高かった。いいよ。でも次忍者の移動攻撃にやられそう。風の、おー、いいね。このサイクロプスが出るのは非常にいいね。サイクロプスはテンペスト耐性があるから、これは無理やり殴れないね。殴れないけど殴りたい。30のやつしかないんだ。30のやつしかない。だから、巻物強打、フュージョンで60、75で、落としといていいと思うんだけどな。そうだね。隣また、なんか武器が出るとき。確か30のやつしかいなかったから、フュージョンで殴り勝ってもいいが、50で、75でもいい。50、60、70、60弱だ。30いたかな、いたかな。これミスったら嫌だからな。やっぱフュージョンで行くべきだな。後々またなんか出るだろうということを期待して落としておこう。あー、ミスった。70、60、70だから、やっぱり後手でも倒せたんだな。まあいいだろう、まあいいだろう、連鎖を落としておかないとね。隣にまたフュージョンが出た時のために。ああ、武器持ってね。ロングソードを持ってる。ロングソードとナイトシールド。交換できたか。移動来るかと思ったんだけど。ロングソードとナイトシールド。セレナはまたアメジストリング。しかしこのリングしかないっていうのは非常にいいことだ。いやー、これ踏ませられたらよかったのにね。落ちるよりはマシだって言えばマシなんだけど。お、風1取っとくか。サブルースは、お、アンチマジックは悪くないんじゃない。何かしらと役に立ちそうな気がする。マイチだな。やるとしたらこっちに移動して殴りかかるか、スウォームが効かない相手をやっつけるために殴りかかるか。クロスボディ、誰だ誰だ。お、ブラックアウトを捨ててくれた。クロスボディはティラノサウルスにかけるかな。うわー、そこにかけるんだ。これはまずいね。これはなかなか落ちないじゃないですか。しかも挟まれた、いつ落ちるともわからないドリアード。さあ、セレナレベル上げてくるかな。メテオとか出ないかな。シュリンク、どこにかける。40になったところで死なないから別にサイクロプスは悪くない。うわー、どっち取ったか。ステージを食う。オドラテクまであるからな。そのステージまでやっつけにかかる。今オドラしかないっていうのは逆にチャンス。オドラとアメジストしかないから、そのオドラをやっつけると。ドリでやっつけていいのかな。まあ、でもやっつけられるうちにやっつけた方がいい。ボドラしかない。落とせるか。1、20、20、30、20、30、40、50強だ。これレオはロングソードとあれだけ。だったら落とした方がいいんだけど、20ここかな。ここ踏んだ時が、まあいいか。落とせる時は落とす。
無理だって言ってるこれ。でもまあ行っちゃったんだから仕方ないよね。隣両方自分っていうわけにならんか。両方支援プラス20つくよね。よし、じゃあ行ける。 OK OK。 よし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 。まあでも全部殴ったと結局テンペストームするんだがみたいなね。 OK、 落とせるなら落とした方がいい。ティラノ踏んだ時だな。あとは踏まれた時に守りアイテムがないっつうことだね。まあ、踏みには相手来ないと思うわ。よし。ティラノ踏んだ時に報酬。ティラノは誰だ？ティラノは誰だ？セレナ。セレナはアメージストリング持ってるか。ちょっと厄介だな。うわぁ、厄介なパターンになってしまったな。今回のパターンになったが20、50、70ギリギリやれるか。交換、ドリアードに交換、ドリアードと交換して、ドリアードと交換して、そうすると70まで出る。ギリギリやっつけられないか。30、80。うわぁ、どこに打つ、どこに打つ。今書いたばっかりだから悪くない。相手はこっちの土地を踏みに来ない。ないとはでも落ちないもんな。誰が何持ってたっけ。もう一回もう一回。アメジストリング2枚、ドオトラだけ。アメジストリング2枚、ドオトラだけ。踏んでも倒せるかなーっていう感じだね。ギリギリ倒せるかなーって感じだな。